皆さんシャロン。今年も十二カ国祈祷会がやってきました。今世間は暗いニュースがたくさんあります。しかし私たちはこんな時にこそイエス・キリストの前に出てお祈りしましょう。なぜなら主に信頼する者は失望することがありません。アメン。